経験者は語るですか。はい、コークいきます。さあコークで先行を取ったのは田淵太一選手ね。あら、マシン操作してるのさ、この人さ、矢口くんじゃん。矢口くんさっき抜けてたじゃん。あ、双子なんだね。え、あ、止まってる場所が一緒で、どこに止まったの、たけちゃん。あ、言ったらダメ。あ、そう、あ、ラブホテルとかで泊まったの今日。あ、違うの。言ったらダメなの、どこ泊まったとか。そうだね、情報がね、こんな結構視聴者も多いからね。なんか言ったらいけないところに泊まったらしいです。さあ山本選手ですけどね、山本選手のバロメーターここですよね。横にずれる、悪い時は横にずれる、これがね。さあそして田淵選手ですけどね、田淵選手はこの鋭い腕の振りが持ち味の選手ですけどね、腕をしっかり振ってもう入り出しは止まんないっていう感じですけどね。さあトーンですね。グリップのアップたまには見たい、見せてあげたい、グリップのアップ。ちょっと暴れてますね、ダーツが。もう少しグルーピングさせたいですね、田淵選手。さあそして山本選手ですけど、どんな感じなんでしょうね今ね。山本選手はあのこうリズムを作ってますよね。リズムプレイヤーを目指してるんでしょうね今。はい、3と1リズムみたいなね、フォームになってきましたね。さあ5-1で突破レンジ。さあ田淵選手120ですね、18からですね、いくと思いますけど。あ、ブルーからいったんだね。すると12か、12外しての13アレンジ。あ、5アレンジでいったんだね、はい、でも20に入れてアレンジミスですね。さあ山本選手ブレイクチャンス、74残りですね。14からいくと思います。あ、まあアレンジは様々なんでですね。さあ下にずれての41、9チョイスからの16ダブル、真ん中から決めてブレイク、ナイスダンス。今日はですね、パーフェクトのみの試合ですね。そっそ坊主で気づかなかった。あ、そっそですね、注ぎ選手が坊主だと。肘が20、あ、矢口、あ、かっこいいね、双子でね、かっこいいよね2人ともね。
さあそしてクリケットへと移ります。さあここでセブンマクスだと。すいません、よろしくお願いします。ダーツのルールを教えてください。さあセブンマークはセブンマークで返す田淵大地。クリケの説明は、大変ですよね、クリケットの説明。よくね言われるのがこのクリケット横棒、横棒で横棒で丸なんですよね。だからトリプルにいきなり入ると横棒あ×丸になるんですよね。123ですね。で加点する権利と防御されるするっていう状況が生まれます。なのでまたトリプルね、トリプル一歩あのトリプルリングに一発入れたらですね、あのマークが出るんです。そして、この20の枠に入らなかったら、要するに役なし、マークなしで0点っていうことですよね。0っていうか、でトリプルもううまいからトリプルの説明だけ してしまいがちですが、今のもトリプル入りましたからね。ちょっと山本選手ちょっとシングル入れてよ。こうシングルシングルで丸にしてよ。加点で16カットで今1本入ったから1マークでこれ、トリプル入ったからあ、バツバツバツ丸になるんですよね。難しいな。ちょっと皆さんあの頭のいい方あの分かりやすく説明お願いします。点数が高い方が勝ち点がな、難しいな。まあまあ見てればもうすぐ慣れてきますよ。はい、今1個×でしょ。でこれ 2つこれね枠に入んなかったからもう印がつかないです。でこれもまた印がつかないです、枠に入んなかったから。はい、さあ田淵選手はこれでね15一択ですね。はい、オーバーからのオーバーで加点ですよね。だから×丸がついてないところで点数が取れるんです。×丸を自分がちゃんと締めてしまえば点数を取られないんです。あとはもうね適当に皆さんでやってください。でいろいろねちょっと説明しだすとどんどん、質問が飛びますけど、自分で調べることも大事ですからね、よろしくお願いします。自分で調べてみましょう。ネットで、パソコン、スマホをお持ちだと思いますので、ダーツはどこでできるんですかって、Google ちゃんに聞いてください。ちゃんと Google ちゃんが教えてくれますんで、はい、さあこれで山本信弘が先行のキック2-0で王手。さあそして田淵選手先行のクリケット、たまには生の練り歩きみたい。あ、結構ね練り歩き最近人気よね。ガチ大丈夫、
昨日金目鯛食べ過ぎた。金目鯛食べるから眠たくなるんだよ。さあ、そして山本選手の19、もう一本入れてきます。さあ、田淵選手がカットですね。あーっと、この3本は痛いですね。カットで3本使ってしまうと山本選手にチャンスが生まれます。練り歩きはね、一般の人も入ってる時もありますよ。入ってますね。入ってる時も多いですよ、はい、今日みたいにパーフェクトプロしか来てない。はい、オーバー来ました。そしてオーバーからのカット決めてくるか。オーバーカット決めてくる。山本選手状態いいですね。やはり強気にオーバーカットを持ってきました。さあ、ここから白熱してきますからの、うわー、この2本はいただけない。さあ、田淵選手、ここ18からのオーバーカット決めたいですね。ああ、オーバーカットじゃないですね、カット加点、トリプル絡まずですね。さあ、まだですね、これオーバーカットできません。18が苦手なんですね。まずね、体の向きをもう一回ね、ブル狙う時のイメージと、どういう向きで狙ってるのかが問題ですけどね。スクエアにしてした方がいいですよね。なので、お、来た。あー、2本ミスはこれはいただけない。要するにブルを狙う位置をどう狙ってるのかをまず考えてほしいですね。体の向きを変えるのか、それともブルーに持っていくのか。あまりなし、言わせて。向きを変えるのか、動くのか、どういうタイプかですね。ああ、どうし、ちょっと山本選手がね、山本選手、この、まあ、最近ちょっと悪いところなんですけど、1試合の中でね、こう波がちょっとこう目立つっていうのがね、気になりますね。クリケット20ラウンド18狙って、クリケット20ラウンド設定で
18狙って1000点出す練習。18が苦手だからってね、こう連続性でね、投げる練習っていうのはね、結構ね意味ないと思ってください。意味ないって言ったら悪い、まあ練習は練習なんですけど、ナイス。要するにクリケットっていうのはね、自然とねこう位置が崩れてくるんですよ。体の向きとか体勢とかが。なので、クリケットの場合はクリケットで練習した方がいいと思います。だからこう自分が例えば18の正面に立ちたいタイプだったら、こう1対1回スタンスをこう変えて動くわけなんですよね。スタンス変えない人は向きをか体の位置を変える。そこでねちょっときちっとね自分はどういうタイプかっていうのをね明確にして、でこう動きの中からクリケットは練習した方がいいです。18ばっかりむやみやたらに打ったからっていって18が上手くなるわけじゃなくて、だから例えば18狙う人と16狙う人って、結構似てるんですよね。ああ、まあ、そういうの気にされてください。さあトン80からトンで、山本選手先行の 0-1 有利に進めております。さあそしてさあブルーアレンジ使いましたね。さあここは大きく削りたい。上がり目まで出したいですけどね、140欲しい。上がり目です。だから本当に気をつけてほしいのはこう18が苦手16が苦手っていうのはね、それはね違うんですよね。クリケットの中での話でね、自分のスタンスから立つ位置っていうのを考えて、入った方がいいです。それだそこは苦手だからそこだけ練習してもうまくはならないです。さあ18トリプルからの16ダブル決まる、強い。さあ山本信弘、田淵太一を下し2回戦進出です。